ハミスイング。でおなじみの、タレント稲村亜美、20、が、自己最速105キロ、ロッテ平沢三振切り。タレントの、稲村亜美が23日、自己最速を更新した、クブクマリンで行われた、ロッテの、ファン感謝デーに登場。マウンドに上がり、平沢大川内野手、18、と、真剣勝負を言った。初球は、内角低めへ、103キロで、見逃しストライク。今年4月に、同球場での始球式で、記録した自己最速タイだった。さらに、フルカウントからの、7球目で、105キロを記録。最速を更新した、105キロの球は、引っ掛けたボール球だったが、球審の江村が、ファウル、と吉見判断、地球に馳せず、勝負を続行させた。最後は9球目、平沢の、背中の後ろを通る、球だったが、空振り三振に、仕留めた。稲村は、105キロ派、出たんですけど、良かったのは、最初の3球ぐらい、めちゃくちゃ、緊張しました。力みました。平沢選手、優しいですね、と、三振の相手打者に、感謝していた。クブクマリンで、最速更新が、続いたことには、ロッテさんのおかげ、縁起のいいところ、パワースポットに、認定しました、と、笑顔だった。稲村亜美、12球団全制覇目標、阪神から始球式指名、神スイング、でおなじみの、タレント稲村亜美、20、が、プロ野球、阪神から、始球式の指名を受けた、都内のマットレスブランド、アスレイプ、の、新組発表会見に、出席して明かした、稲村は100キロ超の、神ピッチングで、今季終了までに、日本のプロ野球、6球団で、始球式を務めてきた、組でも着用した、セクシーな、黒のナイトウェア姿の稲村は、テレビ番組に、出演しているところを、阪神の球団社長が、見ていてくださって、始球式の、オファーをいただきました。とっても嬉しいですけど、甲子園は特別な場所、球児たちの聖地ですから、責任重大、プレッシャーもあります。今までの最速が、104キロなんですが、110キロを投げてみたい、12球団全制覇が、目標です、と話した。組では、ナイトウェア姿で、マットレスに使われる、300年耐久素材、の、ファインレボー、神スイングで打ち抜く。全部で、72スイングしましたが、ワクワクした気持ちで、撮影しました。少し体を絞ろうと、思ったんですが、無理でした。健康的な体ということで、と笑った。実際に、アスレイプ、の、ベッドを愛用中で、腰を痛めやすいので、ハードなタイプの、マットレスを使っていますが、朝がすっきり、眠るのが楽しみです、と笑顔を見せた。始球式ではなく、初め打式で、バッターとして対戦した、ロッテは栗秀明投手、30、が、1日に、モデル押切萌え、36、と結婚した。和久井投手とは、ネット番組でも、ご一緒してます。本当に優しい方なので、とても嬉しいですね。押切さんは料理上手なのを、インスタグラムで見ているので、とても幸せな家庭を、気づくと思います。自身の恋愛については、本当に何もありません。浮いた話がないのが、残念ですね。まだ、二十歳、なので、結婚は意識しませんが、いい人がいれば、すぐにでも、タイミングですね、と笑った。